久しぶりーす。うわー、懐かしいなー。こいつ全然会ってくんないんですよ、東京来ても。まあそっか、ちょっと忙しくて。てか東京より遠いしね、あっちの方に。そうそうそう、神奈川の方だから。いいんだよな。パナソニックいいよ。カナがいいんだ。キャノン、ニコンはね、いいけど、うん、動画が撮りたいときはパナソニックとソニー。ソニーのビデオカメラよくない？あれなんか。やばい。みたいな。インスタントユーチューバーや。ユーチューバーや。で、これを俺がこれ撮りたいわ。いただきますみたいな。いただきます。これだって今撮ってるの？撮ってる。これどうやって食べるの？でもなんかここはすごい撮影現場に。つけていいですか？でも二度付けしたら。あ、そうかそうかそうか。あ、大阪と一緒。大阪と一緒。つけるで。どうすんの？どうすんの？撮影許可なし。8万。うまっ。レバーレバーカツね、うまい。なにスケッキー、どうぞ、じゃあ食べて。あ、いいの、うん。じゃあ、今日新鮮のこちらます。すみません。おー、あー、レバーの苦味と衣のオイリーな感じがマッチングしてる感じ。俺より食レポうまいね。おいしいです。これガンガン飲めるやつだね。うん、岡さん出演できますか？岡さん、じゃあ YouTube ここだけ。白い服だから気をつけてる。やばい、それ振りかな。お母さん、あ、お母さん、ついたみたいな。今くずなんか形がちょっとやばい。あ、かわいいですね。なんか形がすごい。あられちゃんに出てくる。あられちゃんお母さん、ぼやかしときます。後で編集でモザイクかかるので大丈夫です。うまいですよ、ここ。美味しい、うん、うまいですね。これ初めてレバーカツ食べたかもしれないですね。お母さんいつもレバーカツはレバー結構好き。あ、そうなんですね。全滅してる。大丈夫。うわ、すごい、超綺麗でしょ。いただきます。おー、もっとアップに行きたいんだけどな。なんだこれ。いただきます。うん、なんか肉ですね。全然中身わかんない。味とかわかんない。美味しい。先生。美味しい。先生。じゃあ次玉ねぎ。いただきます。うん。美味しい。なんかモスバーガーのあのオニオンリングみたいな味します。はい、終わりだーす。いけね。いいよ。やった。今はじゃあ実家。実家なのよ。早く出ないといけない。海鮮エリートコースじゃないの？ダメです。やったもん、みたいな。はい、じゃあ、そういう感じで来るから。第171回会合みたいな。大統領行きますか？ G8 あるから。どっち行こう？センベロしたいっすね。センベロもうしてますね。もう2000円に行った。笑った。お、ここもめっちゃいい。酒飲んでる人多い。上野最高じゃん。あ、いいな、大統領行く。これ無理だろ。いや、てか平均年齢が85とか出た。おい、それは体育わざんだば。体育わざんだば。体育わざんだば。昇龍は意外と、あ、昇龍新しいよ。ハテイちゃん、ホテイちゃん、お前日本語読めなくなったよ、ついに。ハテイちゃんじゃなくてホテイちゃんだ。めっちゃいい。車は右から乗るし。雨横や。雨横や。人多すぎや。人多いね。ね、雨横に何しに来てるんですかね。インタビューでしましょう。手組んでるもん、手組んでるもん。手組んでる。すごい。何これ、ケバブ？めっちゃ混んでる。
大丈夫、新たここめっちゃいいじゃん。ガーオ、あ、メーカーマークあるとこ、あ、いいじゃん。あ、ダメこっちでしょ壊さないでください。10ピース、味、お味は何が一番出るんだろう。辛いの大丈夫か。大丈夫です。これは辛いの大丈夫です。じゃあ本当です。ただまーす。さすが YouTuber。なんかいる。さすが YouTuber。どっちしました？生美味しいよ。ホット。ホット。生美味しいよ。本当？うん。生美味しい。生が一番いい。これ全部ホットだから多分辛いんですよね。そうですね。タバスコバンバン。出汁が。いただきます。出汁。俺手でいく。俺も手でいきます。だろうな。だろうな。これで来るんだ。いただきます。うん。あ、うまい。おいしい。うまい。うまいっす。ホットソースこれうまいな。ここできて何年目ぐらいですか。早い、まだ。あ、え、新しいですか。やるやんけ。やるやんけ。そうやんけ。もっと。あ、夏。あ、すいません、ちょっと滑舌が悪くて。お久しぶりです。YouTube の声や。YouTube や。YouTube の対面います。お母さんです、はい、ベトナムに一緒に行ったお母さんです。ベトナム行ってないんか。あ、ベトナムちゃうわ、うん、あのどこだっけ、メキシコ、うん、ラウンジ良かったですね。ああ、そこね。でももう僕ビールパクってくれたもん、ね、そう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 、今日もビールありますよ、お母さんのお土産に最後。でもあの店僕あのもうなくなりました。ゴールドじゃなくなって。マジで？あれ1年しかないんですよ。1年だけ維持しようとしたら1年間に20万いるんですよ。もういいって言って、ただただなんか酒飲めるだけで20万ありえないし、しかも正直ちょっといい席があるだけじゃないですか、そんなに変わんない。あ、優先登場とか言うけど5分しか変わんない、だったらいらないよっていう。いやでもいるよ、でもいるよ。優先登場っすか。いや そこに行くまでにお金かかるから、そこをね、お金かかるっていうかその暇つぶし、暇つぶし金かかるから。1年目にかかるんですよ金が。後からは1万でいいんですよ。それがさ、フリーで使えるなら結構いいと思うけどね。あ、うん、ただ1年目に15万とか20万いるから、2年目から安いんですけど。あそこ楽天カードなんです。あ、あのカードのやつですね。協賛しときゃよかったね。ね、楽天カードも協賛しときゃよかったね。でもまあ確かにね、そうっすね。払っとるもん。そう、あの台湾に留学してる大学生です。あ、なので日本語で言われたら僕が中国語で字幕は入れれるんで。あ、本当ですか。で台湾鶏肉大好きなんですよ。屋台のジーパイって唐揚げ食べます、食べますよ。でもビールには合いますよ。でもこいつ臭豆腐嫌いですけど。いやいや、好き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 。めちゃめちゃ嘘ついてるじゃん。好き好き。基本的に嘘つきだから。こいつも1年いたんすよ。こいつも1年台湾住んでて。マジっすか。東なんだっけ、あそこから近いけど。東。あ。東。
え、東門？東門、東門。東門から近いです、近いです。あ、本当ですか？僕、住んでたのが台湾大学の近くで、東門から10分です。あ、マジですか？近いです。東門のホテルに来ます。あー、マジですか？原宿みたいなホテルで。あー、はい、西門かな、多分。偽物シュプリームとか使える。そう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 。夜市とか。あ、夜市はいいですね。西門。唐揚げ食べたい人はちょっとぜひ上の御徒町店にあるファイヤーチキンに来てください。ジーパイっていうね、安くて飲み放題も1000円なんで。そう、それで来ました。正直90分で延長500円で1時間できる。あ、マジっすか。1000円払うとラストまで。マジっすか。え、ちょっとじゃあ今度お願いします。今度それで行きます、はい、台湾の友達も来てもらって、はい、もう